はい、どうもこんにちは、松塾の松井です。さあ、今日のテーマはこちらということで、イクメンがなぜオワコンなのかということでね、やっていきましょうということです。はい、松井先生ですね、イクメンがとかでね、もう令和の時代はイクメンが当たり前の男性ですよねとか、そんなね、なんか要するにね、視聴者におもねるとかね、女性から反発受けないようなっていう動画ね、作るようになったら終わりっすよそんな視聴者に迎合してるだけの番組作るんやったら、もう松井塾のチャンネルじゃないということになるわけなんですけど、まあ、イクメンがなぜオワコンなのかということになるんですけど、まあまあ、この動画をちゃんと見てくれてる人たちには、ちゃんと、まあ、いつも言ってると思いますけど、男は黙って札幌ビールってね、はい、いうことになってるんですけど、男は黙って札幌ビールの時代か。もうそんな、もうなんかフェミニストとかもうみんな死んでるから、これ。ツイッター見てもらえばわかるけど、フェミニストとかもみんな死んでるから。ね、はい。まず先生、家事できないよ、育児もできないよ、っていうね、はい。いう風な感じになってるわけなんですけども、でも女性から愛されちゃうっていうね、状態になってる。自分でもなんでだろうって思ってる時はたまにありますね。はい。なんですけれども、はい、こちら、世の中の女性は現実をしっかり見ましょうということになります。はい。で、世の中の女性は現実をしっかり見ましょう。はい。で、これ奥さんたちの方はちゃんと要するに、先生、痛いところつくよ。はい。はい、ということになるわけなんですけど、はい、こちらということですね。イクメンと呼ばれる男の人がやらかしたこと6000ということで。6つ持ってきました。はい。はい。まずポイント1つ目という。メディアの前だけ。メディアの前だけ。メディアの前だけなんかイクメンですみたいなアピールしたら、こういう風なことはやれてるんですよね。かっこプロから監修を受けましたみたいな。なんでそんな料理がお前作れてるんだよって言って。お前散々プロからお前手ほどき受けただろとか言うんだね。そういう風な感じになるわけなんですけれども、こうメディアの前で、ここで、そして、ちゃんとその綺麗に出来上がったであろう、絶対お前が作ってないであろう料理を見して、はい、はい、こんなパスタ料理ができました、ってね。アホかっていうね。はい。いう感じになります。どう、それに比べて、松先生、どう、ツイッターに上げる料理写真見て、これは一体なんだっていう。私が作りましょうかみたいなダイレクトメール来る。彼女いるって。彼女いるって。その話聞けよみたいなね、はい、いう感じになるわけなんですけど、はい、こちらメディアの前だけ、はい、でね、これ、ね、イクメンと呼ばれる人みたいなね、皆さんね、まず疑ってください。うちの旦那要するにイクメンなんですよとか、家事用なんですよとかね、家事団なんですよとか、もしくは自分の彼氏が家事団なんです、家事のこととかいろいろやってくれるんですっていう風な話になるんですけど、はい、この人たちめちゃくちゃ浮気するし不倫します。はい、この人たちめちゃくちゃ浮気するし不倫しますっていう風になります。はい。まあ、よく要するに料理する男子ということでね、有名な人って言ったらね、例えば私がパッて思いつくん誰かなっていう風な話になるんですけど、宮迫さんっていうね。いやー、宮迫さんはクリーンですって。ならないでしょ？ならないでしょ？芸能人でお前ああいうの不倫してますっていう風なんで、バン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 出てくるでしょ？浮気してます、不倫してますって、ダーッと出てくるでしょって。料理できる男性であったりとか、そういう人たちって多くないですかって話です。はい。いうことになるんですけど、これめっちゃ不倫するということになるわけなんですね。はい。で、こうやって料理作ってきたんだ、どやー、かっこ他の女にもドーンみたいなね。はい。いうことになるわけです。で、人に要するに喜ばれる料理を作るというんで、男性が作るっていうことはちょっと異常事態ですね。申し訳ないですけど、料理人とかでもない限りはちょっと異常だなと私は思ってますね。はい。いうふうになります。で、胃袋の中に入れば基本的に何でもええやろっていう感じで料理作るはずなんで、はい。なんでまあ普通に考えたら誰にも見られないっていうような感じになったとしたら、まあ要するにそのままバグは食っちゃうっていう感じですね。はい。そして男性にも見といてください。いいですか？いいですか？料理がうまいからって言って女性にモテることはありません。なんか料理男子って最近モテるからって思うんですけど、松井先生見て。料理できない写真をパーンって出すと、要するに女性ダーン寄ってくる。女性ダーン寄ってくる。はい。ということになりますんで。はい。もう彼女からもう、速攻で作りましょうかみたいなね。いや、そうじゃないやんって。そうじゃないやんって。作りましょうか、作りに行きましょうかみたいな。いやいや、俺を見てもらいたいわけよっていうね。俺の出来なさレベルを見てもらいたいんだけど、俺はっていうね。ツイッターでね。はい。ではね、三つ目ということなんですけど、はい、こちら。職場の女に手を出してクラッシャーするっていうね。はい。これもうなんか多いんですね。俺こんな料理作れるんやよとか言ってね、職場の人とかに配っちゃうんですよね。はい。なんで男性からはそれにも関わらず要するにやらないですかね。はい。おかしいですね。女性ばっかりにね、配ってね。で、なんかハートを射止めたみたいな感じになってね。で、先輩後輩とかになって手出してね、妊娠させちゃいましたっていうバカみたいなやつがたまにいたりするんですけどね。はい。まあ、職場の女に手を出してクラッシャーするという方もいらっしゃるらしいですけど、はい。まあ、こういう人いたら、まあ、私からしたら本音を言わせてもらえば、まあ、あの派遣がどうしようもねえなと思うんですけどね。もう本当どうしようもねえなと思うんですけどね。はい。そ
そしてまあ四つ目ということになるんですけどね、音喜多弁護士か、音喜多議員とかよくやってましたね。あの、要するにこうフライパンとかでこうやってね、やってね、油もバンバンやってるのか、赤ちゃんを抱っこしてね、赤ちゃんでブロック、油物を赤ちゃんでブロック。何考えてんのこいつと思いますけどね。はい。だから間違った育児でね、赤ん坊たちをの危険にさらせる行為をね、平然とやってのけるっていうね。それは悪いけど、俺もなんぼどうでもワイルドだろうとか言わないですよ。おいお前、バカなのって言ったもん。はい。いうことになります。はい。だから、本来要するに、あの、お母さんが要するに、奥さんが要するになんかいなくて、要するに料理しなきゃいけないとかやったら、あ、料理する、あ、料理する、あ、赤ちゃん寝て、おお、あ、くちゃ、はい、ごめんごめん、はい、はい、はい、っていう風になるはずなんですよ。ならないっていうことの時点で、まぁ、ちょっとおかしいなっていうのをみんな気づいていきましょう。はい。ということです。はい、5つ目ということですがね。え？何々さんが社長もやっていながら、要するにビジネスもやりながら、要するにイクメンもやってみて、すごい得意や、早くやりながらやってみな、みたいなこと言うんですけど、実際ベビーシッターガンガン雇ってるみたいなね。はい、ベビーシッターの赤ん坊を要するにあの任せっぱなしになってるんですね。で、あの、5歳とか6歳になって、要するに、親の愛情を知らなくなってって言って、非行や非行に、非行に走る子供たちを要するに社会にリリースするっていうことね。平然とやってのけるっていうね。それはグレるやろな、子供もな。それはグレると思う、俺。テレビ見てるお父さんは、要するになんか、さもなんか私は家庭のことを考えて、とか言って、ドヤ顔言ってて他に女作りまくって家にほとんどこいつ帰ってくれへんぞっていう状態にもかかわらず、僕はもう子供たちのことを愛していますからねっていうのは、それをテレビの画面、ブラウン管とか要するに、あの、通じて要するに見せさせられる子供の気持ちになるわね。まあ、いかに要するにグレたくなるかっていうね、気持ちになりますね。はい。そして6つ目ということも、なんだかんだ言って結局離婚するっていうね。はい。以上6つということになるわけなんですけど。はい。ということで、だから、イクメンがオワコンになりましたよねっていう話ですよ。で、このね、現実を散々俺は言い続けてきたんですよ。そう。なんか要するに、実利倒してるみたいな感じで言うんですけど、こうなるって言ったの。なんでか俺もよくわからないけど、このケースめちゃくちゃ多いやんっていう話なんですよ。このケースなんでかじゃんってめっちゃ多いぞっていうことで、要はみんなに注意喚起をしてるわけじゃないですか。そしたら、女性陣の皆さんは、今日も松井先生言ってること正しいわ、みたいな。せやな、私たちのツイッターの力を持って男は黙ってサープロビールって言って、お父さんは基本的にゴロゴロしてるのが要するに基本なんだよ。休日にゴロゴロしてるのが基本なんだよっていうのを、ちゃんと言っていただかないと。そう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 。な、俺が変なこと言ってんと分かるもんね。はい。ということで、まあ、要するにゼロ面男子が要するにお送りするということになるんですけど、はい。皆さんにアドバイスをしておきます。私のところにもよく言うんです。旦那が要するに、YouTube のコメント欄とかであるんですけど、旦那が要するに、家事や育児をしてくれない、手伝ってくれないんですけど、どうしたらいいですかと、お前がやれって言うんですけど、お前がやれよって。お母さんの仕事でしょ、それはって言ってね。はい。ちゃんと要するに、はっきり、パチッって言いますから。もう常に私、お父さんの味方ですから。そう。はい、ということで、女性の皆さんにこれね、言っときますけれども、って言って、あ、これ一応言ってますけど、海外ってどういう風になるかって言ったら、家事も育児もしない上に仕事しないからね。うん。そんな国の方が多いからね。家事、育児しないし、お父さん仕事しないっていう話、ね。それは戦争があったりとか、なんやかんやがあったりとか、経済状況がバンバンあったりとかしてっていうんだけど、男の人たちの方が基本的にメンタル、柔らかいんで、どういうわけか。多分そうなんだと思うんですけど、多分こんなんあるんで、家事しない、育児しない、仕事しないみたいな、なのに家の中にポツンとおるんやけど、奥さんになんかボコボコになんかしばき倒されてるにもかかわらず、なぜか元気に要するに夫婦関係が営まれてて結構ありますからね。はい。ということで皆さん女性陣の方はちょっと疑問の人ということになるんですが、はい、こちらということですね。はい。夫や彼氏になる人は、これ、いつまでも、はい、こちらご覧ください。赤ちゃんですので、はい。赤ちゃんですよ。20代で結婚したのか、旦那さんが要するに20代で結婚したのか30代で結婚したのか知らないんですけど、これ、結婚しましたで20で結婚しましたっていう風になるでしょ。これ、90歳になるまで、これ赤ちゃんのまんま成長していきますから、男の人って。はい。こっから進化することないです。はい。で、こっからもし進化してしまうっていう風な話になった場合に関しては、その男性の方がちょっと家に居づらいという状態になってますんで、できる人だった場合に関しては、外に出ていくというケースになりますんで、ご注意ください。あ、もうこんな家に行ってたらあかんなって言って、どっかヒューって言ったら、もう俺勝手にやっていくわ、みたいな感じで、リリースされてしまうんで、リリースされて別のところに行っちゃうっていう風な話になりますんで、ご注意くださいね、ということです。はい。そして皆さん、男性陣に関してはいきます。はい。女性陣は何やってもブツブツ言う謎の生き物なんですよ。これは。俺も全然わからないんだけど、俺なんかもうまあ、毎日日の打ちどころのない、なんていうんですか、彼女に文句言われることが一つもない人間だと思って生きてるんですよ。なんかすごい勢いでなんかあちこちから殺気を感じるのは私の気のせいですか
女性の気持ちもわかるし、ね、爽やかだし、ね、はい、こう、どんどんこうね、シャープな感じだしね。まあ、要するに頭の要するにところももう、キレも抜群です、みたいな感じの人じゃないですか。まあ、ひどうしところない、今言ったら白馬に乗った王子様みたいな感じだと、まあ、自分では思ってるんですけど、はい。それでもね、やっぱりブツブツ言うてくるんですよね。ブツブツ言うんですよ、あの人たちは。基本的にわけわからんからね。はい。ということなんで、こちら覚えておいてください。女性は何やっても結局ブツブツ言う謎の生き物なんです。はい。だから、家事をしてくれないっていうのはブツブツ言ってますって言うけど、なんで家事を言ってくれないのよってブツブツ言ってるんですけど、皆さんそれ聞いといてください、ちゃんと。ブツブツ言ってんな、こいつみたいな。はい。で、話よーく聞くと一番言いたいのそこちゃいますから。離婚原因というところちゃんと見てください。離婚原因のところちゃんと見て、家事してくれない、育児してくれないからじゃないから。違うからね。はい。女性の離婚したい理由、多分第1位は男性が私の話を聞いてくれないから、多分。そう。聞くって言って、って右から左に流してんちゃうんですよ。ちゃんと。多分こうでこうあって、なんかこういうことがあったから、今こういうことで起こってんやなっていうような話になってくるんで、皆さん気をつけてくださいね。はい。気をつけてくださいということに。女性はもう何やってもブツブツ言う生き物なんでね。はい。そのブツブツ言うのをちゃんと聞くっていう作業はちゃんと男性の皆さんはしとかないといけないですよ。はい。めんどくさいなとか思ってもシャッター閉めとったらあかんですよ。はい。ね、それはちゃんと聞いとかなあかんですよ、ということですね。はい。ということで、私のですね、独断と偏見によって要するにやってるわけですが、はい、こちらですね。はい。今日のテーマはこちら、イクメンがなぜオワコンなのか。一言で言うと、不倫する男だからです。